男子シングルをご覧いただいています。ショートプログラム終わって第1位というロシアのアレクセイ・ヤグージンが登場しました。去年は出場していませんが、一昨年の成績は世界ジュニア第4位、現在15歳です。最初の高いジャンプはトリプルアクセル、ダブルトーループ。素晴らしいですね。なかなか滑らかな動き、そして高いジャンプですね。はい、この選手見ていただくとお分かりですけども、一歩一歩のストローキングがですね、はい、幅が広いんですね、歩幅が。この蹴りですね、はい、あ、トリプルトーループですけども、これは将来には4回転を入れる場所でしょうね、はい、単独でやってきましたからね。このクラスで単独でジャンプ、特にトリプルトーループはありえませんからね。そうですか。うわー高い、ちょっと体勢が乱れました。2つ目のトリプルアクセルでしたね。ステップでスケーティングを見せます。トリプルループ綺麗に成功。ジャンプの後に余裕がありますよね、はい、非常によく流れます、トリプルフリップ、これは難しかったですね。ステップを踏んでからのトリプルフリップでしたよ。はい、これはフライングチェンジシットスピン。今度は表現力をスタンドにアピール。非常に手の動きがしなやかですね。背筋もピッと伸びて姿勢が綺麗です。必ずこのフィギュアスケートは男子の場合4分ジュニアですけども、テーマがありますよね。ですからその主人公をこう演じてるわけですね、はい、そうですね。トリプルルッツ、今のは理想的な入り方のトリプルルッツですね、はい、アウトサイドのカーブに乗ってから飛びましたからね。トリプルサルコからステップを踏んでまたトリプルトーループでしたね。最後に大技のトリプルルッツからダブルトーループのコンビネーションでしたね。おしまいに持ってくるというのはポイントが高いですね、はい、これは見事な演技でした。ロシアのアレクセイ・ヤグージン、よくできましたね。いやもうジャンプを見てもですね、スピードを見ても、まるでシニアの大会出してもですね、はい、見劣りしませんね。これはトリプルアクセルからダブルトーループのコンビネーション、2つ目のトリプルアクセル、ちょっと回りすぎましたね、得点が出ました。あ、 5.7 が4人います。あ、隣に座ってるコーチはオリンピックチャンピオンウルマノフのコーチでしたね、
そういう先輩が目標なんでしょう。技術点に続いて今度はプレゼンテーション、表現力、全員が1位つけてますね。あまり下がりませんからね。ドイツのジャッジは 5.8 を出しました。この時点で第1位です。